県は今日、新型コロナウイルスで一人が死亡、新たに十五人の感染が確認されたと発表しました。県によりますと、金沢市の九十歳以上の女性、一人の死亡が確認されたということです。また、午前十時までに確認された千二百九十八件の検査の結果、十五人が陽性と判明しました。クラスター関連では。 児童福祉施設の関係者が5人、北陸大学関係が1人、また濃厚接触者や接触者は6人、感染経路が不明な人は3人となっています。